はい、速稼塾の久保です。あなたのメールボックスに不審なメール来て支払いができていませんよっていう風なの来なかったですか？私のところに今回来たんで、それをね、私がどのように、まあ、分析しているか、問い合わせる前にどういう風に、調べているかってことをちょっとね共有したいと思います。ちょっと声ご確認ください。画面切り替えますね。はい、ADX っていうタグがついているメールで、哲郎様、私の名前ですよね。この度 ADX の口座で、商品の自動支払いを設定してらっしゃるのでご連絡させていただきました。残念ながら iCash でご設定された支払い拒否されました。お手数ですが口座にログインなさり、手動でご購入なさってください。これは何なんでしょうね、 ADX。 ちょっとね、私ちょっと覚えがないんですよ。で、まずね、このこれですよね、セールスリニューアルキットっていうのがありますけど、これをねコピーしてメールボックスに貼り付けます、この検索窓に。で、今までこういうメールが来たことないかってことを検索すると来てるんですよね。覚えてなかったですけども、2019年も来てるし、2018年も来てて、年に1回来てるんですよ。まあですから無視しても問題ないんだろうなって気はしますね。自動支払い、年払いができないですよってことですから、これ何でしょうね、アクセス。これちょっとクリックしてみましょうか。どんなメールなんだ。アクセスカスタマーサポートってありますね。何なんでしょうね、これはね。不気味です。まあ、ちょっと覚えてることといえば、アクセスっていうね、そういう会社があるんですよ。検索の会社が。Google みたいなのが。そこからのメールかなと思いますね。ちょっとこう、アクセスで、ログインページ見てみましょうか。あ、これですね、やっぱりね。アクセスに投資しませんかみたいな話があったんですよ。この検索会社。世界の検索上位1000位に入っていると、1000位に入っているってね。ランキング1000に入っているって優秀な会社だってことで、ここに投資したら儲かるみたいな話があったんですけども、結局儲かんなかったですね。ということで、私この会社に、なんかね、投資していたような気がするんですよ。で、この会社、結局、ポシャったか、最初からインチキだったか、なんかですけども、ここのオートシップが止まったよって話ですね。あ、いいじゃないですかね。よかったよかった。まあ、関係ないですね。はい。ということでね、私みたいにやっていただければいいんじゃないかなと思いますよ。はい。変なメールが来たら、メールの、何ですかね、送信先のアドレスで、まずは自分のメールボックス内を検索します。今回はそれで原因が判明しましたけども、これでわかんない場合は、このね、相手の電子メール、送信先のメールボックスを今度は Google 検索してみて、そうすると会社情報出てきますから。だから社名とかね、商品名で検索するよりも、相手先のメールアドレスでね、検索するとよろしいんじゃないかなと思います。まあ今回は以上ですね。はい、ありがとうございました。